はい、こんばんは。今日は2015年度7月、高1の真剣模試のこの5番と6番やってみます。これ生徒から質問された問題で、これ生徒から借りてるやつですけども、ちょっと問題読みますね。まず四角5番。123の数字が1つずつ書かれた3個の赤玉と、123の数字が1つずつ書かれた3個の白玉の全部で6個の玉があると。この6個の玉を横一列で並べると。1番。並べ方は全部で何通りですかと。2番。1と書かれた2個の玉が隣り合って並ぶ並べ方は全部で何通りありますかと。また赤玉と白玉が交互に並ぶ並べ方は全部で何通りありますかと。で3番。同じ数字が書かれた2個の玉が隣り合って並ぶところが2つ以上あるような並べ方は全部で何通りですかと。と、あとこの問題です。四角6番。右の図のように円周上に4点 ABCD。ABCD ですね。あ、ABCD か。があり、直線 ABCD の交点を P とする。ここですね。で、PA5、PC4、CD6 であると。1番。線分 PB の長さを求めようと。2番。直線 AD と BC の交点を Q。直線 PQ と BD の交点を R とすると。直線 BC が各 PBD の二等分線であるとき、線分 BD の長さを求めようと。で、また、BR 対 RD を最も簡単な整数の比で表せと。3番。2の時、三角形 BPD の面積を S とすると。この時、三角形 CQR の面積を S を用いて表せ。じゃあ行きましょう。じゃあまず四角5から行きますね。見るかな まず1個目。あ、じゃあ一問題確認なんですけど、赤色の123と白色の123ですね。で、計6個あると。で、1番横一列並べなさいだから、全部異なってますよね。色も 赤白だし、数字も違うので、すべて異なる、つまり異なる6個を横一列並べるので、答えは6の階乗と、通り。つまり720通りと、が回答です。いいですかね。で、2番。2番の問題は、1がこう、隣を、どうしたんですね。赤と白。まあ、どっちが右、どっちが左でもいいんですけど。で、書かれて、が、必ず隣り合ってると。まあ、2と3は隣り合おうが、隣り合う前が、それはどっちでもいいと。とりあえず、1と書かれた2個の玉が隣り合ってるのが何通りですか。ということは、この1、1を1つと見なしたら、合計これで何個あります？ 5 個ありますね。もう一回言うと、1、1、これを1つと見なしたら、くっつけて1つと見なしたら、5つですね。じゃあ、横から並べたら、左から並べると5の階乗通りですね。で、さらにこれとこれ、右と左、こう入れ替え可能なので、さらに2をかけて240通りと。つまり、1と1を1個とみなして、計5個を並べて、で、これが5の階乗ですね。で、さらに、1と1を入れ替えて、これが2の階乗と。で、まあ、もしくは2と。だから、答え240通りと。で、もう1個。赤玉と白玉が交互に並ぶっていうのは、これ図で書いてください。赤、白、赤、白、赤、白か、白、赤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 しかないですね。左から順番に。そしたら、上のパターンで言うと、赤が3の階乗通りですね。3の階乗通り。で、白も3の階乗通りと。で、こっちも一緒か。赤3の階乗通り、白3の階乗通り。だから、赤の3の階乗かける白の3の階乗が2つあると。ってことで、答えが72通りと。ですね。これ2番。2番の2個目か。2番の2個目。いいですかね。はい。で、続いて3番。3番がこれ、場合分けですね。同じ数字が書かれた2個の玉が並べ合うのが2つ以上だから、まず、場合分け1個目。3つある場合、つまり、赤と白が隣り合う同じ数字がですね、1、1、2、2、3、3、3つとも、こうやって同じ数字が並んでると。で、場合が1つ目。で、2つ目としては、同じ数字の赤玉と白玉が隣り合うところが2つあると。だから、1、1とか、あ、ごめんなさい、1、1、2、2とか、2233。だからさっきは112233が3つとも、3組とも並んでますね。でも今度は、2組だけ。じゃあそれぞれいきますよ。じゃあこういうふうに112233何通りあるかと。まず、これ1つと見なしてますよね。これ1つ、これ1つ、これ1つ。だから左から並べると3の階乗ですね。1個、2個、3個しかないから、3の階乗。で、さらに、同じ数字、2個並べるんか。2通り。なんか、式足りないな。読みながらおかしいな。もう1個か、2の階乗通りですね。で、これで48。だから、6×2×2×2 か。2、4、8。そうよね。48通り。
わかりますよ。これで一つ、これで一つ、これで一つだから、3の解除通りですね。左から並べると3通り、2通り、1通り。さらにこれでかける2入れ替えて、で、これも入れ替えてかける2入れ替えてかける2と。だから3の解除かける2の解除かける2の解除かける2の解除。これで48通りと。で、2個目。これが難しくてね、実は、同じ数字の赤玉、白玉が隣り合うのが2組あるとしましょう。そしたら、で、あと、残りの2個ありますね。残り余ったのが2個。2個をここの V のひっくり返ったやつの3箇所のうち2箇所を入れちゃえばいいと。そしたら、例えば1122でやっとしましょうよ。1122。ただ33は、この3つのどっかに入れれば隣り合うことないですよね。ですよね。そしたらこれがどうなるかと。まず、数字の選び方が1122なのか、2233、もしくは1133なのかと。3個から2個選びますよね。数字。ペアになる数字を。3個から2個選ぶと。で、この中入れると。で、それぞれ、左と右。だから、もっと言うと、左から順番に言うと、2通り、1通りですね。だから、仮に1と、1122としましょう。そしたら、ここで2通り、1通りですね。2の解除。こう、2つしかないんだから、場所が。わかりますよ。123の、だから1のペア、2のペア、3のペアの、を、2つペア選ぶと。ですね。で、それは3の C、3C2 と。で、それを2箇所しかないから、2通り、1通りと。で、あとは、ここの V のところ、V のところの入れ方が3つありますね。だから、残りの数字、例えば3が、3と3が隣り合わないとすれば、3つあるから、3通り、2通りの順番。3通り、2通りと。3×2 ですね。あとは、これ右と左入れ替え、右と左入れ替えで2の解除、2の解除と。ということで、144通りと。じゃあ、これとこれ足してください。48足す144。1と2が同時に起こることがないから、答え48足す144。答え192通りと。ですね。これで、5番終わりか。で、次6番。6番はこういう図ですね。じゃあ、方べきの定理ですね。これかけこれイコールこれかけこれでいきましょう。じゃあ、方べきの定理より1番は 4×10。4×10 ですね。イコール 5×PB と。ということで、PB は8と。で、2番はこんな図か。ん ?2 番こんな図やね。2番はこんな、そうか、2番こんな図か。ですね。そうですね。ここ、角の二等分線になってると。じゃあ、角の二等分線の性質から、まず BD 求めるんですけども、角の二等分線の性質っていうのは、これ対これイコールこれ対これですよね。で、これ対これがうまいこと4対6って分かってるから、これも8対 BD。つまり、8対 BD イコール4対6。ってことで、BD が12と。これが12ですね。で、2番は、BR 対 RD か。BR 対 RD。これはもう、チェバできますね。三角形 PBD において、チェバの定理より、これ分のこれかける、これ分のこれかける、これ分のこれできますよ。チェバの定理で。じゃあ、見えるかな？5分の3かける6分の4かける BR 分の RD イコール1と。ということで、BR 対 RD が2対5。2対5。ですね。で、最後、ちょっと目がかゆくなって。最後、この赤の面積なんぼですかと。赤の面積出すために、BQ 対 QC をメネラウス使いましょうか。BQ 対 QC を、まずメネラウスでいきます。じゃあ、メネラウスで、どこやったっけ？あ、あった。3番。メネラウスの定理より、5分の 3×6 分の 10× BQ 分の QC イコール1。ということで、QC 対 BQ が1対1になります。つまり、何言ってるかというと、これ分のこれかける、これ分のこれかける、これ分のこれですね。その式がこれですね。ということは、これで1対1。つまり、これが1対1になりました。1対1。1対1。いいですか？もうこれほぼ出ましたね。そしたら、まず、三角形の BCD 出しますよ。BCD。全体が S だから、三角形 BCD は底辺比だから、今2対3ですね。2対3ってことは5分の3か。つまり、三角形 BCD は5分の 3S。これ全体 S だから、5分の 3S になったと。じゃあ、これ今これ5分の 3S ですよ。5分の 3S。BCD。で、さらに、ここさっき回答2対5だったですね。2対5と。ということは、三角形 CRB、ここの面積は、さらに7分の2ですね。今の5分の 3S に7分の2をかければ、35分の 6S。
つまり斜線入れたところは35分の 6S と。でさらにこれを底辺と見抜いたら1対1だから半分半分ですね、面積でいうと。じゃあさらに2で割ってください。回答は35分の 3S、 35分の 3S となります。この説明でいいかな。分からなかったらまた、熟成のみんな分からなかったら LINE ください。はい、